フランソワ・デューボワは、フランスの作曲家、マリーン・バのソリスト。また同時に、教育者、作家など多岐にわたる顔を持つ。ブルゴーニュ地方のラ・シャリテ・シュル・ロワール生まれ、8歳より音楽を始め、17歳より、プロとして、活動を開始。16歳から26歳まで、フランソワ・デューボワは、公共楽団の打楽器奏者とジャズドラマーという2つの、キャリアを同時に積む。 クラシック界では、ロリン・マゼール、オリビエ・メシアン、ムスティスラ・フロ・ストロポービチなどと共演、交流し、ジャズ界においては、リシャール・アルガリアーノ、トリロクグルトゥ、ドミニク・ディ・ピアッツァ、アビー・リン・カーンなどと共演している。20歳の時、パリ国立高等音楽院で学んでいた、彼は、技巧的なことを超越した悩みを抱えていた。演奏そのものに、深みが欠けることを自覚していた、彼は、 自分が探し求める何かをつかみに行くためにアフリカのブルキナファソ行きを決心する。マラリアにかかったりなどの生死の淵をさまよう経験を経つつ、ようやく彼が追い求めていたものを見つけることができた。シャーマニズムに通じるアフリカ音楽の真髄を教わり、音楽に対する感性がより鋭くなりつつあった。フランスに帰国して数年後に 師匠であるレイ・レマと出会うことにで、彼の音楽修行はようやく終了を迎えることになる。レイ・レマは、ザイル国立バレエ団の創設者でもあり、歌手、作曲家である、フランス・ワ・デュボアの世界記録受賞式の様子、2017年6月都内にて、カナダ人バイオリニストのエレーヌ・コルレットとデュオを組む。その後、オーストラリア人バイオリニストのジェーン・ピーターズとデュオを組み、 ドイツ国内をツアーコンサートで回る。音楽評論にて厳しいこと有名な有力士マインザー・ライン・ツァイトゥングの見出しには、マリンバとバイオリンの頂点、ここに極めれるり、という言葉が掲載された。次に、ピアノのリュドビク・セルミとのデュオを組み、欧州各国、そして日本にもツアーコンサートで初来日している。このデュオで、パーカッショングループ レタンブールディュ・ブロンクスともコラボレートしている。両解散の後、デュ・ボアは作曲活動と CD のレコーディング作業に集中する。新しい音楽的地平線を求めて1998年に本格来日する。メディアによると妻との関係がうまくいかなくなったことがきっかけとある慶応義塾大学の総合制作学部にて作曲法の授業を特別開講する。 同年、14人のマリンバ奏者と太鼓奏者で組んだオーケストルドートルパールを組み、公演を行う。マリンバ奏者の安部恵子より弟子を二人紹介され、彼女らと共に、マリンバの CD 作品、オリジンを制作、NHK のスタジオパークから、こんにちはにゲスト登場、演奏を披露する。2013年10月、天台州目黒不動村、滝泉寺、 滝泉寺にて特別な許可を得て、僧侶集も参加のもとデュボアの奉納演奏が収録される。これは自覚大使の御縁紀千150年の記念と完全音母殺像の修復を記念してのものでかなり異例の出来事とされている。六字分けをベースにした瞑想用の音楽メディカミュージックという新しいジャンルを確立する。この音楽は翌年2014年9月に 日本コロンビアよりダブル CD アルバムダイブイントサイレンスとして発売される。特別シングルとして発表されたダイブイントサイレンスエクレル氏がマリンバ CD 売り上げ世界一としてアジアブックオブレコーズより世界記録に認定される2019年9月に発売された著書作曲の科学を購入した読者の特典としてアルバムグヌンカウイをリリース。 一般音楽史上には出回っていないプレミアムアルバム扱いである。なお、同書はベストセラーとなる。フランソワ・デューボアはマリンバの楽器史上初めての完全な教則本を書いている。3巻にわたる4本マレットのマリンバは IMD 出版から発売。安倍恵子が序文にマリンバに対するアプローチに独創性があり、非常に興味深いメソードです。と寄せている。 ロストイントランスレーションからロストイントランスレーション長年にわたる教職と音楽家、そしては近年は武術家としての経験を活かして、デュボアはデュボアメソッドと呼ばれるキャリア教育の手法を開発した。メソッドが使われ始めたのは慶応義塾大学における自身の担当講座パーソナルキャリアマネージメントである。この講座は鳥居塾長及び 日産自動車のカルロス・ゴーン社長の協力により、開講が実現したものである。2003年には、パーソナルキャリアデザイン、デュボアメソッドと名称を改め、2004年より、六本木ヒルズにあるアカデミーヒルズにて、社会人向け講座がスタートする。2005年より、株式会社 D プロジェクトが、デュボアメソッド講座の運営を担当し始めたのを、きっかけに、観光庁をはじめ、 様々な企業や教育機関にて講座を提供してきている。2012年より大前健一のアタッカーズビジネススクールでアントレプレナーシップ講座を担当し始めている。デュボアメソッドは企業人や経営者のために創造性と活力を引き出す能力を開発することが目的である。それには人の持つ気力、体力、感性、 視力の4つののつ要素のバランスを取るることとが鍵だとされているメソッドの授業はワークショップ形式で行われ、次の4つの要素で構成されているゲームフィジカルエクササイズディスカッション音楽ワークディボアの著書の多くは、これらのメソッドの理論をベースにして日常生活での応用の仕方が書かれている。ディボアはまた中国武術家としても活動している。 2008年から2009年にかけては、道教の聖地、中国古北省武藤山で修行した経験を持つ。現在でも武藤山修行を頻繁に行いつつ、都内の教室で武藤式武術の指導にも当たっている。この教室は武藤山から正式に認定された日本初の認定校である。指導に当たった教え子らは、 国際武術連盟主催の世界伝統武術大会で2010年大会メダル4つ、2012年大会メダル7つを獲得している。2012年大会では日本代表団の団長を務める。ありがとうございます。